かな。やっぱり変じゃない？決めた以上は楽しもう。その気持ちを共有できるのはとても大切なことだと思う。私たちの衣装、今はただ白金さんを信じましょう。あんたって本当わけわかんない。自分にそう言ってくれたのもやっぱりひなさんでしたね。もしかしたらかすみちゃんにありがとうって言ったのかもね。最高のライブができればそれでいいかな。俺は多分ヘタッピ以外には聞かないやつだから。お誘いありがとうございます。ぜひご一緒させてください。きっと今度こそ大丈夫だよ。私コーヒー飲むから、これ脱ぐわ。
もあなたは一緒のことばかりするじゃない。って言ったらやっぱり夕焼けだよな。私の気持ち、ちゃんと伝わってたんだ。はあ、なんでこうなっちゃったかな。ま、行くって決めた以上は楽しもう。なので、どんまいで。これは多分ヘタッピ以外には効かないやつだから。どうかな。やっぱり変じゃない？動きやすくならないかな。今日は私の誕生日なんです。あと一応ミッシェルもかな。今日はどの日